イタリア、もう一回、もう一回、もう一回、このままいきます。3、はい。イタリアではピザにタバスコをかけないよ。どうも、ありがとうございました。ガジェスさんです、私。ガジェスでーす。アシスタントは、ヨキャンでーす。どうしてどうして、私もかけないけどね。まあね、イタリア、タバスコっていうものは、アメリカのものだから。南アメリカの発祥ね。イタリアは、辛いオリーブオイルが辛いやつ。もう、でもさ、ピザの耳の部分を食べないっていうのは本当？クラゲあーい本当それ知らない。わかんないけど、なんかそんな話を最近まとめて、食べるみたいな。食べるでしょ、うん、美味しいもんね。ね、イタリア強化技館の。はい、ということで今日は一体何やるのかな。はい、今回はプーレフローをやるよ。よいしょ。前回は、ジャスト、野島真のリクエストをよきゅんがやりまして、ね、もうすごい楽しかったんですけども、今日はなんかちょっと殺伐とした感じで終わりそうな気がしますけど、どうなんだいけんちゃん。はい、今回は、3周年特別ダンジョンの、ササギクエストをゴージャス。出た、ササギクエスト。はい、なんだろう、結構ひねくれたやつだと思う。ひねくれた。まあね、すごいトップユーザーですからね、トップユーザー。なんだろう、それをみんな苦しんでんのを見て多分にやけてるんじゃないかな。どうなんでしょうね、最近ササギさんちょっとなんか、前よりちょっと、太ったっていうか、太ってはいないけど、ね、ガタイが良くなってた。前痩せてたから、普通になったの。うん、いいもの食べてんだろう。またちょっと呼び出しちゃおうか。呼ぼう、ね、呼び出した。クリアできなかったのも三崎先生呼んでやろう。そうだね、そうだね。いやでもするけどね、今日はね、私がね、やりますんで。はい、なんだろうな、いっぱい、けんちゃん、全部情報くれ。よし、うん、それでクリアしようということで、はい、私の端末でいきましょう。画面こちらです。ドン。はい、ということでレンタルと話し合って、はい、こんなメンバーで、はい、うん、いける。半分は僕の、はい、僕の考え、半分はケンタロウの考えでこれ今日は。はい。大丈夫？おそらくはまだ自分もまだこれクリアできてないので、クリアできてないので。よく人にできた言うたな。おい。おい、相当難しいらしいですよ。あくまでその今自分が持ってる情報でアドバイスはしていきたいなと。バトル何問までいったの？一応最後まで行くんですけど、ちょっと最後のある敵がちょっとどうしても強くてですね。ケトルの先にクリアする。俺はよし行きましょう。それでは化けに出る。さあ、私も行こうと思って。うん、来なさい来なさい。お、あら、こんぐらいのこいつだと全然。うん。おぉ。怖えな。なぜここで、M ギフが。うん。これはエクストラスキルを、無効化してきますね。へぇー。無効化。はい。なるほどね。まあ、まあでも、あんま、そんな強くないでしょ。普通に行きまーす。はい。ミササギさんに。え？忘れてた。あの人ひねくれてた。忘れてた。うん。時間がない。どんどん行こう。うん、よし、冒険に出る。なんて恐ろしいんだ。自分の場合は何を疑っても耐えれるんですけど。ひねくれてる。何て言ったの？何て言った今？半減歌なくても。おい。おい。恥ずかしいとこ見せろ。
よし、これでいけるでしょ、もう。クランツだけ。はい。はい、行きましょう。レッツプレイ。だいぶ前。うわ、うわ、うわ。いやいやいや、そんな。いや、どんだけ。最初から結構集中砲火されてましたね。あ、じゃあ運が悪かったってこと？そうですね。まあ、いいっしょ。まあ、でも、見つかりますよ。よし。もうここからやっちゃうよ。はい。はい、あ、そう。まあ、いいか。うん。ダリオすげえ打つんだね。すごい。バンバン、あれ何十連とか結構あるよね、ダリオ。半端ないですね。あとレムギフは、ダメージ反射と50パー以下で。強力な全体攻撃と 25% 以下で、ラストポーションという強力な全体攻撃があるので気をつけていただければ。気をつけたらどうにかなるんですか？なんか言った？M ギフはいろいろあるよって言ってた。50過ぎたらね。50、60、喜んで。いや、これもう。なんでエーデルばっかじゃないの？多分、ダグラスと、うん。貴族戦なので、多分それで。雷に集中しちゃう。そうですね。弱点なので、雷の。うんうんうん。恐ろしい。ああ。エゼルだけ。エゼルのヘリが半端ないもん。タク。それで？全然削れない。うん。ケンスが私。うん。どうします？私も怒ってますから。おお。怖っ。なんてことないでしょ。いや、これ怖い。やばいよ。これ、ワンフロア目から、結構痛いよ。デスボール。おお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 おなになに、いやー、ひねくれすぎだよ、これ。ちょっと、なんかあった。ささなんか幼少時代にあったんじゃないですか。すごい、この全国のプレフロー、うん、プレイヤーがミササギさんに苦しめられるという。これは、ついは。次で誰か一人をつければ。ね。繊維喪失しております。これやばいね。ちょっと待ってよ、どうすんのよ。今日はこれで終わりです。もう折れちゃったもん。折れちゃったね、はい、聞こえたもん、ポキーンって。もうダメです。でも余計はやってるから、余計に正解る。嘘。いや、余計も負けます。ここは僕の欲望の洞窟をご覧ください。誰も見たくないよ。
どうしようもないんだよ。ゆきゃん、いけるの？いやいやいや、多分いけないと思う。ちょっと切り替えてみる？そうですね。じゃないと。いや、私も死ぬと思うよ。うん。じゃ、死ぬとこ見せて。うん、余計なにした、うん、余計なにした、ほら、でももう蘇生薬1個使ってるからね。これ、M ギフは今半分切ってここまで来たんだけど、うん、そんなに痛い攻撃じゃなかったの。来るよ、次来るね。この次に来るってこと？もしかしたら、それはもう普通に耐えたのかもしれないですね。え、全然何もしてこなかったよ。次来るか、次来るよ、じゃあ。それかまあ 25% 以下のやつで。え、でもクランツさ、あの UBB 使って、あの入れちゃったから使っといた方がいい。使っときな。そうですね。もう行きな。使っといて。ほらもう行きな。ほら。ね、本当。分かった。そうだよね。もう何しても分かんないんだからもう。みそそぎさんのね、あの思いに思い通りになると思うなっていうことでやっちゃいなこれ。思い通りになると思うな。おし。四分の一？四分の一？4分の1。おー、大丈夫で、じゃあ、ギュッて減って。うわー、うわー、耐えた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 。おー、なんだよこれ。大丈夫、これもう耐えたから。待って、まだ痛すぎるんですけど。いや、大丈夫だよ、三崎さんのギミック超えた。まだ UBB 聞いてるのに、次でクランツが半減打ったら8分の1になるので。ほら、ギミック超えたから今。じゃあ、とりあえずもうぶっぱできますね。ぶっぱなしで。やばいって、何ですかこれ。全然、みささぎさん、ざまあ見ろだよ、このみささぎさん。やったぞ、みささぎさん、ほら。彼氏使っといてよかった。まだか。8分の1だ、8分の1、8分の1チップ言うと思った。あ、何分の何だっけ。8分の5チップじゃなかったっけ。8分の5だっけ。懐かしい、ね。いやいやいや、これも早くに抜けたい。やっちまいな。やっちまいな。これキルビルのオーラにしようね。やっちまいな。覚えてますか皆さん。さあ、ほら、いけることもあるのかな。いけるよ。あれ、私さっき…さっき BB だよ、さっき BB 出た。さっき BB… あ、じゃあ同じなんじゃ。やばい、次来るよ。や、8分の1まで効くでしょ。次まで出た。え、ほんと？あれ、3ターンじゃないの。痛くなかった。大丈夫ですね。あれ、これ抜けれるかもしんない。抜けれるな、これ。おい、いけるこれ。抜けれるかもしんない。気抜くな。わかった。いや、怖い。よし、よし、いたか、みささぎ。やったぞ。まだバトル1だから。あ、まだ、まだありました。もう少々お待ちください。なんだこれ。メタルミミク出してる。メタルミミク、メタルミミクは簡単でしょ。ちょっと俺だって勝てるよ。これは、3ターン目にですね、とても超強力な、とても超強力な攻撃があるので、英雄現象許可、許可、2回行きます。2回行きます。それが1回しのいだら、うん、また次3ターン後ぐらいに同じようなやつが来るので、うん、本当はここで UBB を1回使って英雄現象で、うん、その2回目をしのぐ。じゃあどうするなんとかたまるかな。あ、2ターン、3ターンで。いやいやいや、たまらんでしょ。もう行こう。もう攻撃していくしかないよね。もうしなきゃダメ。もうバシバシ撃つしかないですから。もうよかった。シャルル、うん、どうしよう。撃って撃って撃って、うん、あれやるっけないんだもうこれは。メタルミミックは全然減らないな、これ。何こいつみたい。メタルだな、これ。一回言ってみたいセリフがある。
しれないでしょ。本当？これでも三崎さんからのことじゃないの。うん。一回言ってみたいセリフがあるって。来るよ。来るよ次。どうしよう。シャルでも攻撃に参加した方がいいの？そうですね。ちょっとでも。ちょっとでも。ちょっとでも。全然オーバードライブ溜まってないけど。いやでもさっきに比べたら半分溜まったよ。さっきは半分くらいだった気がする。あ、じゃあ溜まってないね。うん。ダメだこりゃ。お次で来ます。そんなこと言ってんの。いかまどんな感じかっていう意味合いで演劇場使った。いやダメ、そんな死ねって言ってる。絶対ダメだ、乗り越えるんだ俺たちは。防御ガードして半減してガードする？それとも普通にガードする？半減してガードする。半減はまだ聞いてる。聞いてる聞いてる、さっきのやつが。ね、じゃあそのままガード。アルテマキャノン。あら、お、いけましたね。あ、いけたいけたいけた。いけましたね。どういうこと？2体だから。でも、あと3ターン後に待ってくるでしょ？はい。なので、まあ、それまでに、オーバードライブ溜めて、はい。生き返らせるしかないよね、うん、これ。生き返らせて。なので、まあ、通常攻撃で。叩いて。はい。あ、その、回復だけはした方がいいよね。そうですね。意外だった？残ったの。意外でしたね。なんで？なんでよ！あいつ、俺たち死ねば楽しいと思う。俺が最強だって思ってるよ、絶対。溜まりそうだよ。耐えちゃったか。それじゃあ、もう一回。これ、ミササギさんか！もう！これ、ミササギさん。似てんもん、ちょっとなんか。もうちょっとでオーバードライブ溜まるので。うん、全員攻撃で。はい。全員攻撃で。溜まった！よし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 。で、次、クランツ？で、武神？そうですね。8分の1にできれば、したいので、うん、オーバードライブ。迷ったら水崎さんの思うツボだ、うん、そうなの。迷ってる顔が水崎さんのすごい酒の魚になるんだ。そんな人だったっけ。そうだな、ちょっとね、そんな人だったっけ。ちょっとお酒覚えたんだ多分。お酒覚えたんだ。覚えちゃった、ちょっとね、酒プラスつまみで太るからね。ね、太るからね。さあ耐えればいいんだね。耐えればいいです。うん。耐えればいい。終了。シャルル4分の1からの方が良かったのかな。どういうこと？あ、え、待って。犬って4分の1じゃなくて2分の 1？ 4分の1ではないです。属性半分だったので。いやいや、それだったらシャルルだったね。今これはちょっと間違い。でも僕はね、いや8分の1にするべきだった。いや、その罪悪感いらないんだよ。誰が悪いかって言ったらもう一目瞭然で、水崎さんが悪いんだから。いや、ちょ待った、うん、ダメだ、しょうがない、こんなクリアできないんだよ絶対な。あ、健太郎。そうですね、難しいっすね、これ。こんな格好して言ってんの。あなたがやったんだ。悔しい。これはひねくれ者 VS ひねくれ者は、ミササギさんに軍配が。いや。ケンタロウいけるか。全然自信ないですね、これは。尺が足らんのだよ。ケンちゃん、ゴージャス動画代表として見せたって。おっ、じゃあ一応、最後のステージまで。おっ、よし。行くだけ行ってても。おし、はい、じゃあ、画面、こちら。こいつの、ケトロの画面で、チャンジ！初めて。はい、ということで、うちのスタッフ、ケントロ。うん。はい。うん。やってみよう。はい。行きます。よいしょ、冒険に出ろー。行ってこーい。ケンちゃん、頑張れー。恥かかせんなよ。
所普段は使わないんだけどもいいか。あ、でも応援してるからこれ。王様も応援してるからこれ。やめろやめろ。やめなさいよ。ね、ほら最初。今日映画館に来た感じだから私は。ファンなんだろファンな。初めてでしょケンタロウプレイ見るの。うん。ね。ララやっぱりいいね。そうですね。うん。で最近弾いたばっかりなのでまだ全然育ててきてないんですよ。あんだけ苦戦したこれバトル1ですがもう間もなくですよ。なんということでしょう。あれ店長は UBB も使わないでもいいんだ。ここは1戦目ではどうしてなんで使わないんですか。どうしてなんでいやあんまり痛くないですあんまり痛くないなんでなんでなんでいやお前らとのレベルが違う。いや違う違う改造改造してんの改造いや改造してないしないしよくないよそういうのしてないよなんでなんでなんでなんかスフィアまあそうですねそっかスフィアお前らでは取れるような代物ではないスフィアを俺はつけてるってこと俺最近レイド回ってるから絶対作ってるからな俺そしてあれあエルギフが MMM ギフ M ギフ L ギフじゃない、うん、そう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 、そうです外す方そう外す方、うん、一回も使ったことないね、外したことない俺、うん、ほらオーバードライブ使わずしても抜けたステイン欲しいな誰一人落ちることなく、うん、確かに来た、来たぞ。来るぞ。きつかったよね、よくね。うん。来るぞ、これは。まさか。うん。ケンちゃんは何のスフィアがつけてるの？今、いい感じって思ってるの？レイドスフィアですね、ベイオールとか。うん。あとは、フロンティアゲートで手に入る原動機スフィアとか、うん、あとは魔導機スフィアとか、あの、試練で手に入る魔導機スフィアとか、うん。一応その辺は、抑えてる感じで。でも俺はね、うんスフィアは甘えって思ってそれやばいよでもレード回ってるんでしょ、うんうん、なんで回ってるのスフィア欲しいから甘えちゃうの甘えたいから甘えたいの甘えたいあ、そうか、ダメとは言ってないもんねうんそうそうそ う, そ う,、ね、そう甘えだけどダメとは言ってないダメとは言ってない甘えただけさあ次来るんじゃないの次かな次もう次行きます。もうオーバードライブしてるもんね。みんなすごいストレスのノーストレスな動画だねこれ。うん。笑いはないからね。お、耐えれんの？耐えたね。耐えんの？すげえ。でまた来るんでしょ？まだ来ます。シャンタン後ぐらい？はいその時には英雄現象使う英雄現象使うタえちゃったかここでパフティシが来るんで、うん、さっきの能力が全部なくなるうん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 そう考えるとブレフォって、うん来ないね面白いよねねえ、うん、すごいな私このミササギさんのクエストすごく面白い、うん、すごく難しいけど、うん、なんか本当に上手い人たちは、うん、ケンちゃんも含めだけどそうやって、ね、実装されてから、うん、すっごい頑張って頑張っていろいろ試行錯誤してやってるんだろうなって思うと面白いよね、うんうん、非常にやりがいのあるクエストなんじゃない、うん来た。うぅおぉ帰ったら終わりこれで終わりです帰るあ、すっきりしたじゃあねだって次だ次天神未到のおぉジャス君はいケンタロウがペンを持ったよペンを持ったケンタロウまだこの辺3戦目のギミックはまだ僕も全然まだ把握しきれてないので、うんうん
ちょっとわからないことが多いので。全部っぱでいいじゃない？さっきのでこれでスフィアスティールっていうのがあるんですけど、これでスフィアが、スフィア効果がなくなるんですよね。ほら、甘えだったからだ。そっか。言ったでしょ。ミササギさんそれを教えてくれたんだね、うん、私たちに、うん。効果ずっと取られちゃうの？そうです。え？全部ずっと？おそらく多分そうだと思うんですけど。へぇー。で、アークだけは、風呂なしで。風呂なしで。あ、なんだっけ？火の用心だ。そうです。風呂しちゃうと、やられちゃうので。うんうん。火ね、火。火属性の子が来ててもダメなの。はい。なんでターン管理してるのかな、なんか来るの知ってるんだよ。リーダースキル向こうが飛んでくるタイミングがあるらしいんですけど。うんうん。あ、いや、研究するのに、ターン管理をしてるの？いや、もうなんかその情報はもう出てって、うん、ただ、今も多分もう何回か書き忘れてるので、もう、いっす。え、忘れないよ。おいおいおい。ケンタロウ、これ発表会だからな、違う、練習動画にすんじゃないぞ、これ。発表会だからな、これ。いわば、うん、ゴージャスチルドレンが、うん、ミササギさんの挑戦に勝てるかどうかです。そうだよ。つまりは、そうなんだ、親の威厳もかかってるんだ。俺が負けるのと同時なんだ、それ。ダメだぞ、ダメだぞ、勝っちゃ。何を、何ですサンプル画像みたいな。軽い気持ちやってんじゃないよ。え、これお茶の画像になっちゃいますよね。これおやつの時間の画像だよ。え、何が来るの一体。あー、一気に検索できられた。やばいやばいやばい。でもまあ、蘇生2個あるから。そうですね。うん、3つある。3つか。うん。なんか余裕っぽいけど。フランツ。一気にやられなければ。お、盗まれてない。え、ジェルナイトの HP は？は、1しか食らわないな。そういうことか。ラッセルをやってからが勝負ってこと？多分、そうだと思うんですけど、ちょっとこのランセル倒した後の敵が強いんです。ランセル倒した後の違う人が来る。あ、皆さん、知ってるキャラです。誰しもが。え、なんだろう。誰しも。あ、ほんと、俺、マンドラゴラってほんとに言おうと思ってた。ミササギさんのリーダー、マンドラゴラだよね。うん。うん。フレンドリーダーね。これ、何これ、痛いよ、もう。この子が。そうなんですよ。超絶強いの。こっからなんですよね。から。うわ、これ心折れる。こんなに頑張ってるのに。うん、情報は何か出てるの？7ターンごとにそのリーダースキルがこんな来るので、うん、なんかそれに合わせて、うん、なんかマンドゴラチェンジっていうなんか属性変換なのかな、うん、なんかそれに合わすとリーダースキル向こうが来なくなるので、うん、まあ、そういうのをなんかうまく管理してやればいけるみたいな情報を見たので。へえ、そうなんだ。数えてる？あ、もう気にしないです。次来た時が。大丈夫かよ。大丈夫かお前。一応なんかお二人のなんか資料になれば。資料大丈夫ですか。いや、もう多分挑戦しないで。でしょうな。でしょうな。おおおお待って待って待って、やめて。危ない危ない。県庁県庁か。正解。おっと、外しとけよ。しゃあ、怖い。どうなるの一体。ね、え、これ本当にずっと地道にこの削り具合でやっていくの最後まで。おそらくは。もうきちくってレベルじゃないよね。落ちた。佐々木さんみんな時間あると思ってんだよ。
やることいっぱいあるのみんな。まあ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 。本当に。そうですね。これきつい。全くもういただけど、まあ何やってんだもうこれ。ああ忘れてたー。なんで？どこ何何さん今。不要しちゃった。いや違います追撃でやられました。いや。まあ意地でもクランツを磨らしてやればよかったですけどね。こういう感じです。こうじゃスチロデン敗北。申し訳ないです。負けた。じゃあ最後は僕の欲望の洞窟で終わらせて。いや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 。いいよいいよ。何ですか？やらなくていいです。え、いいんですか？最後勝ちで締めくくる。いや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 。どうしよう。欲望の洞窟で負けたら何？負け負けでだ。なんで負けんだよ。予想外の展開だもん。いやー、それさまやっぱね。うん。でもこんぐらいのやつもないと。うん。上級者はね、それがすごい。もっと難しいのくれよみたいな感じになってるね。私たちはまあね、欲望洞窟ぐらいで。よく、バチャバチャしてたいもんね。うん。ね。なるほど。大適所というかね、そういう感じで。うん。皆さんも、プレフォロ楽しんでいってみてはいかがでしょうか。はい。はい。プレフォロ動画、これからも私たち頑張ってやっていきますんでね。なんだろう。ちょっとずつ見ていただけると、もうすごい量になっちゃったから。そうです。百何十本あるから。近場から見ていくと、いいですよ。そうだよ。こんな感じで本日はここまで、はい、また次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。でね、ブレフロ動画が一番歴代の私たちのゴージャス動画を撮ってきたスタジオを見れるよね。うん、そうだね。背景がずっと変わっていくじゃない。クラゲの進化のね。確かに確かに。うん。すごい。あと、余球の髪の伸び方もね。昨日、髪の子って言ってたよね、私のこと見て。いつも見てるのに。髪の毛お化けみたいな。髪の毛お化けだから、私。あ、そうなんだ。自分でもお化けみたいと思う。高橋さん、ユニット化待ってます。髪の毛お化け。